まあ、何もできないトルマクをただただいたぶりたいと、そういったこと、正常な感性のある方なら一度は思ったことあると思うんですが、それを実現させる動画です。まあ、正常な感性とは何かと言いますと、まあ、基本的にアスカキララと三上優愛で全然余裕でしこれるよっていう方を正常な感性の方という定義で、あの今回の動画進めさせていただきます。あくまでそういう定義ですね。うん、それね、抜けるんならまだしもって、まだ話終わってないけどね。お前すみません、先ほどは下半身の方にね、話が少し行ってしまいましたので、これステージの解説をしますと、このリトルマッカどうあがいても向こう岸に行くことはできません。どうあがいても向こう岸に行くことはできませんけど、今サムスを一人撃墜しましたね。これがリトルマックの底力と。お前早いんじゃ。まあさ、これは逆はどうなるんかということですね。まあどうせあそこにいるね、8人組んだりはね、もうどうせ何もできないんでね、お前何をうんこぽいぽいしてんだと。で、制限時間もないんで、これ終わりがないです。基本的にあのチャージショットに永遠に OP がかかり続けるだけの動画となってますね。まあでもね、このリトルマックに対してチャージショットを打っていたぶり続けるということでね、流因を下げられるような、まあ少し性癖の偏った方もね、世の中には存在すると。そういった方のためのこれ、今動画となっております。今ね、今こう正常なこうアスカキララで俺抜けんやと。全然アスカキララでええねんと。あの、三上優愛とかで満足やねんという方はね、もう ここからはブラウザバックという形。ああ、今ね、おそらく今のでちょっと我慢汁漏れちゃったのかなっていうような方もいらっしゃるわけですから、まあ、基本的にその性癖の多様性っていうのを私は重視したチャンネルにしていきたいと思ってますので、まあこの時間もね、お付き合いいただければななんて思っておりますね。はい、まあ、ちなみに私はアスカキララではいけますけど、三上優愛ではなんかいけないですね。すいません、すぐだな、本当に童貞はすぐ自分語りしちゃう、すぐ自分語りして、これ童貞の悪い癖なんですけどもね。まあ、分かっていただきたいとは思いません。分かっていただきたいとは思わないですけど、許してはいただきたい。言った形になりますね。あの、あと、これを、あの、全員倒すまで、あの、やるつもりは、あの、毛頭ございませんね。自分でやっててすげえくだらねえなってね。だいぶ、あの、冒頭10秒ぐらいで気づいてるんだよ、もうね。あの、お疲れ様でした。軍ないと。いい夢を、ということを申し上げるしかないですね、私は。おっと、ちょっと。うん、特に波乱も起こらずと。まあ、一生こういう煽りプレイを見続けることになるわけなので、また二度目の軍ないと。グッバイという形で締めさせていただきますね。ありがとうございました。